こんにちは、マサ4644です。今回はチャレンジダンジョンのレベル4からやっていきたいと思います。まあ、ニューで初見でやっていきたいと思います。で、スタミナが切れたら一旦やめたいと思います。はい、最初レベル4から。今、ちょっと待って今2だったぞ。どうすっかな。まあウルドで行こうかなと思います。挑戦する。デカドロップ。はい、何回10回だから火出てこないよな。3回で、こんなもんだったっけ、レベル4って。いいよ。5回。なんか怪しいやつ来た。あ、ナンパだね。6回。あ、なんか怪しいやつ来た。多分大丈夫でしょ。ああ、大丈夫。で、7回。で、8回。よし、で、9回。水か。かほど。お、攻防力か。まあこれで抜けるでしょう。あ、抜けるでしょう。OK、ラスト。なんかかわいいな。どうすればいいんだ。これでいいのか。 OK、 ということでチャレンジダンジョンのレベル4でした。なんかあれだな、少ないからマスが。 OK、で、次、レベル5。レベル6からが回復なしなんだね。レベル5行ってみようと思います。挑戦する。ここも10回。そして、色がない。落ちてこない。
OK、見たい。OK、タイム2でしょ。OK、参加。まあここまでは特に問題はないよ。火が落ちてこない。はい、でかい。中ボス。ほう。ほう。どうすかね。微妙。水を置いた意味だな今。 OK、 うわマジで、マジか。全体入れて、あれ柔らかい。マスカーつけないから柔らかいのかな。今柔らかいというかダメージが少ない。そういう仕様になってるのかな。 OK、 よし、7回。またピーかよ。でも、いいでしょ。よっしゃ。赤い。またピー。ピー尽くしや。よし。せーい。次、9回。おへっと笑っとる。逃げんじゃないかな。 OK、 ボス。マジか。ボタン消しね。5665。あー確か次のターンあれ使ってくるんだ。なんだっけ、あの例のやつ。スキル溜まってるから別に。そうそうそう、これこれこれ。
今度すれば多分大丈夫でしょ。 OK、 あと2ターン。ガイアが来ると思うのかな。4ターンでフィアースグラフィティ来るはずだから、もう一度忘れちゃった。まあ次あれだから、なんだっけ、火がなくなったんでいきます。これは火力出るのか謎なんだけど、どう？ OK！ ということで、レベル5かな？チャレンジ、ダンジョンレベル5クリアです。まあ、火で行くの微妙だな、最後。溜めるから。OK！ っていうことで、レベル6行ってみたいと思います。レベル6で回復なし。7×6 なんで、回復なしなんで、ラーで行こうかなと思います。ラーさん、まあ、まあいいか、このラーで、うん、まあこれで、まあいつものでいこうと思います。挑戦する、何回、5回か、ちっちゃ、おい、ちっちゃ、やば、なんか疲れる。25番発動しちゃったし。OK。ちっちゃ。マジでか。超ちっちゃい。やば。ピアミ。今度し放題だな。いやー、1回クリア。5回か、2回。ここから先は通しません。来たら、ラー来たー。これ多すぎて、なんかやりづら、なんだろうね、このやりづらさ。組めてるのか分かんないと思ってたね、これ。微妙に2体でも残っとる。なんやねん。これで3つ、手に来た。キャリアに、いお、ちょ、落ちた、来た、危ない。めっちゃコンボ決まっとる。超コンボ決まっとる。うわ。2倍のやつ来てないのに。アテンドさん、
お願いします。全部3で何回だっけ今、3回全部か。どうしようかな、これ確かいきなりめっちゃ強いの出してきた記憶があると。いちいち使うか、使ってまあ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 、まあ、行くでしょ。 OK 4回竹見なかった、ほう、竹見なかった、水が異様に少ない、4回だよね。でも普通ワンパン使っていいんじゃない。ラー使います。なんか使う機会があんまないような気がしたんで、これで OK、 パンパンでしょ。おい、ラスト、マジで、ほうほう、まあここであれだけど、ラー使えばさっさっさが終わる。で外して、ここで決めると、水がまたまた異様に少ない。行きます。まあこれで OK いったな。はい、ということでレベル6のチャレンジダンジョンでした。なんか慣れるの大変だな、76。OK。疲れる。真面目に疲れる。レベル7。7890か。7なんだろうな。本当なし。76だから別にラーで行っていいと思うんだよな、普通に。76な。でも3つずつやってるから、これ止めるか。まあレベル6までのチャレンジダンジョンでした。まあ次回、この次から789をやっていきたいと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。